小山松吉から1948年3月27日は、日本の法学者、司法官僚、政治家。学位は、法学博士。検事総長、司法大臣、貴族院直選議員、法政大学総長を歴任。茨城県出身者では、初の国務大臣である。三戸の米国将、高瀬義平次の三男として生まれ、十五歳で、岡山県士族。 小山高光の養子となる。二小学者の学木を経て、ドイツ学協会学校専修科を卒業し、放送会雑誌編集委員、大審院検事などを経て1924年に検事総長となり、1932年に司法大臣に就任するまでの8年間これを務めた。司法大臣退任を目前に控えた1934年7月3日には、 貴族院直線議員に直任され、これを貴族院廃止まで務めている。また同じ年には、小山の収賄行為を証言した者が逆に偽証罪で、有罪となった、いわゆる、お恋事件が起きている。小山は、初期の社会主義運動取締りの指揮に当たった。東京高想院検事時代には、捜査主任として、小原忠や竹富渡らと、大逆事件の第一線に立ち、 大規模テロ事件の全貌解明と再発防止に貢献した。ただし法助犯の高徳収水についてはこれを担当していない。大逆事件の後半時には担当検事として社会主義者の多くから憎しみを買い、自宅に硫酸の入った瓶を投げつけられるに至って警官に門前を警備させざるを得なくなっている。検事総長在職中に起きた京都学連事件では、 林ライザブロぶ司法次官、各公訴院検事長、各府県特別高等警察課長らと協議した上で、私有財産制度の否認を理由とした治安維持法の初めての適用に関わった。また特攻に対しては、拷問を禁止する一般的指示権を発動。それ以後は特攻による拷問が激減した。司法官として、小山は無差別テロ、軍事クーデター。 高官王職のいずれに対しても厳しい姿勢を取った。人脈的には、平沼木一郎、鈴木木三郎小山と連なりさらに、塩野末彦へと続く、いわゆる思想権受系列を形成立していったと見られている。司法大臣の時は、中国との戦争に反対、このことから荒木貞織陸軍大臣と対立した時期があった。この時期に新兵隊事件の後半を指揮している。 定人事件では特に捜査を止めなかった。1934年には休止した水町警察六に代わり法政大学総長に就任、野上と一郎と森田総平の対立に橋を発した学内紛争を収集した。この頃には荒木陸将との関係を修復して学内に招聘している。法政大学総長として東京六大学野球を熱心に支援したのも、 小山である。1936年にはやはり休止した、ドイツ学協会中学校の芝通太郎に代わって校長に就任し、1946年1月まで、勤めた。1948年3月27日、脳一血のため、目黒区平町の自宅で死去。弓道家として知られ、1931年には、藩主となっている。武芸に詳しく、 大日本武徳会の顧問なども務めている。妻の聖子は、養父、小山高光の長女。娘は建築家、山下慶次郎の次男と結婚。二人の次男にジャズピアニスト山下洋介がいる。次女、豊は、北海道大港気船ゆバリ病院長、伊藤金三郎に嫁ぎ、子に、下界の伊藤博孫に、通訳のベルジュロ、伊藤博美。兄の高瀬右皇は、 ジャーナリスト、社会事業家で、日本最初の予備官会を創設した。宇コの婚外子の娘、静子は、社会主義者の井ノ達タと結婚の後に、労働運動家の高野実と再婚し、高野武士と津村隆氏は、宇コの孫にあたる。ありがとうございます。